を再開いたします。委員の移動についてご報告いたします。本日川田隆平君、藤川雅人君および藤原雅史君が委員を辞任され、その補欠として真山雄一君、宇都隆君および梅村聡君が選任されました。休憩前に引き続き公的年金制度の健全性および信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案を議題とし質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。渡辺孝雄君。公明党の渡辺孝雄です。公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案に関連しまして質問をさせていただきたいと思います。はじめに国民年金法等の一部を改正する法律等の一部改正について質問をさせていただきたいと思います。まず障害年金、遺族年金の支給要件の特例処置、直近1年要件について質問をさせていただきたいと思います。この適用要件、この適用件数のですね、近年の動向につきまして、把握をしておれば厚生労働省にお伺いをしたいと思います。特に件数の推移、あるいはまた該当者のですね、特徴等が見られればそれを教えていただければと思います。厚生労働大臣官房高倉年金管理審議官。お答え申し上げます。ただいまお尋ねいただきました障害年金、遺族年金のいわゆる直近1年要件でございます。保険料納付要件におきまして原則は過去全体の3分の2以上であるけれども、直近1年間で未納がなければ満たすという部分でございますが、実はこの年金の最低処理にあたりまして、この納付要件を審査いたします場合におきまして、審査実務におきましては直近1年を満たしているかどうかをまず見るのが通常で、そこで満たしていた場合にはそれ以上実は3分の2を満たしているかいないかまでの点検はしなくても受給資格を満たすということでございまして、厳密にそこの両方のこちらがなければこちらになったかどうかという識別はなかなかできていないという状況でございますし、またその原因別の業務統計を取るという形にはなっていないということで、残念ながら把握をしておらないところでございます。渡辺孝雄君。今回のですね、法改正の中には10年延長ということになるわけでございますけれども、やはりどのくらいの件数があってですね、これが効果を表しているのかというものをきちんと検証していくことが大事だと思いますので、なかなかプライバシーの問題等々あると思いますので、その辺はいろいろ配慮しなければなりませんが、きちんとした数値をですね、調べておくということも大事だと思いますので、その点今後はですね、いい方法があればですね、検討していただければとそのように思います。次にですね、性別を問わない一人親家庭と、そのような考え方からですね、各種法改正がなされましたが、平成24年の国民年金法の一部改正によりまして、平成26年度から遺族基礎年金の支給対象が、子のある妻から夫も含めた子のある配偶者に変更になりました。そのことによりですね、対象者の増加が見込まれるわけでございますけれども、その見込み数とそれに伴う基礎年金支給額がどの程度増加するものか、もし把握をしておれば厚生労働省にお伺いをしたいと思います。厚生労働省香取年金局長。はい、今先生お話ありましたね、昨年の社保税一体改革の中で成立しました年金機能強化法の中で、遺族年金で父子家庭にも支給をするということになりました。これは抜本改革、税の抜本改革の施行に合わせて26年4月からということで、来年度から施行になります。でこの改正は施行日以降に亡くなられた場合に適用するということになりますので、初年度、ですが、これは推計ということになりますが、おそらく初年度で、父子家庭になって遺族年金の対象になる方、おそらく2200名程度と、額でいうと、基礎年金ベースで約30億ぐらいと見ております。で将来的には、
まあ、万年度というのも変ですが、将来的に見ますと、おそらく2万人程度全体と持続年金受給者増えるだろうと。で、そうしますと、基礎年金の受給額でいうと、約200億程度と。で、2分の1国庫負担ですので、国庫ベースでいきま、公費ベースでいきますと、その半分の約100億程度というふうに見込んでおります。渡辺孝夫君。次に関連で質問をさせていただきますが、まあ、平成19年4月以降、夫の死亡時にですね、30歳未満で子どものいない妻等に対しまして支給される遺族厚生年金については、まあ、5年間の有期給付となっているわけでございます。この対象となっている方々のですね、動向、まあね、年次変化みたいなものですね、動向と、まあ、給付終了後のですね、生活が自立できているのか、まあ、そういう観点での調査というものはされておるのかどうか、この点もお伺いをしたいと思います。高倉審議官。ただいまご指摘いただきました5年間の有期給付に切り替えるという措置は平成16年改正で導入されたものでございまして、19年からということでございますので、5年ということでございますと、24年4月昨年の4月以降から終了となるケースが、まあ、制度的にあり得るということではございます。しかしながら、実はこの遺族厚生年金のさまざまな理由で失権がございますが、その失権理由ごと の, 区分した業務統計を、これも恐縮ですが、取る仕組みを設けておらないということから、現時点でこのお尋ねの5年の有期支給による失権という数字については把握をしておらないところでございます。また給付終了後の生活状況等のという論点もお尋ねいただいておりますけれども、まあ、実際 の, ケース把握をしていないということに加えまして、それでは当事者の方々等からの、まあ、いろんなお声があるかどうかということで、内部で確認いたしましたところ、これまでのところでは、まあ、年金局あるいは日本年金機構および関係部局に対しまして、この制度に関するその具体的なご意見ご要望等、まあ、特に伺っている、段階ではないというのが現状でございました。渡辺孝夫君。まあ、お子様がいないというそういう状況での、まあ、30歳未満の妻ということでございますが、まあ、就労等をつけるという状況で、まあ、そういうことになったのかなと思いますが、もし、まあ、こういう雇用が厳しい状況でございますので、まあ、そういう方々のですね、対象になっている方々の状況も把握をしていただいて、きちんとですね、生活が自立されているというようなことをですね、やはり確認をするような調査もですね、できたらしていただきたいなと、そのように思っております。次にですね、国民年金保険料の若年者納付猶予制度について質問をいたします。まあ、本制度は低所得の30歳未満の若年者が年金未納で将来無年金低年金になることを防ぐためには、まあ、大変有用でございます。そこで、国民年金保険料の若年者納付金猶予制度の適用者のですね、近年の件数の動向と対象者にもし特徴等がございましたらば、その点についても教えていただきたいと思います。厚生労働省よろしくお願いします。高倉審議官。若年者納付猶予制度の適用状況、その年次推移等でございますけれども、これは平成17年度から施行されてございまして、その初年度の17年度末の時点で、34万人適用、若年者納付猶予者となっております。で、その後、翌平成18年度末では37万人に少し増加しておりますが、その後何年間かは横ばいの状況で推移しております。で、近年22年度23年度と、まあ、1万人ずつ増えて、直近の数字でございます平成23年度末の時点ではご利用いただいている方が39万人となっているところでございます。その詳細なプロフィール等については、若年者であるということ以外には特段の状況は持ち合わせていないところでございます。渡辺孝夫君。次にですね、まあ、同制度の適用者のその後のですね、追納の状況についてもし調査把握をしておれば、その点もお伺いをしたいと思います。高倉審議官。はい、
お尋ねいただきました若年者納付猶予制度においての、追納の関係でございますが、制度といたしまして、猶予が承認されました保険料を、そこから10年以内であれば追納が可能という特例でございます。で、先ほどご答弁申し上げましたとおり、平成17年度にスタートしておりますので、その17年度から猶予なさった方々、でもまだ10年は経過していないということから、若干はさらに納付割合が増えるのではないかと思われますけれども、平成23年度までに、17年度の適用者の方々に関しまして、平成23年度までに追納された月数で、その比率を見ますと、約 7% という状況になってございます。渡辺孝雄君。まだまだ、始まったばかりの制度ということで、まだ納付、追納ができるということでありますけれども、きちんと猶予をいただいているわけでございますけれども、追納ができる、状況になった場ですね、やはりきちんと追納していただいて、定年金等にですね、ならないようなことをですね、啓発しながらですね、進めていっていただきたいと思います。この制度も、10年延長するということでありますが、今の若い方々の雇用の状況等を考えますと、やはりこういう制度はですね、やはり延長することが必要ではないかと、そのように思っております。次にですね、そうですね、厚生年金基金制度の見直しについて質問をさせていただきたいと思います。大臣お見えでまだお見えになっておりませんので、もし大臣がいらっしゃらないときには副大臣よろしくお願いをいたしたいと思います。まず代行割れ基金のですね、近年の状況について、特に代行割れ基金数や積み立て不足の総額の推移、業種の特徴などについて、厚生労働省にお伺いをしたいと思います。香取局長。23年度末で、今直近全体の数字が把握できておりますが、基金数562にございます。でこれはもう代行返上等手続きを取っている基金を除いた、母数が562でございますが、これに対して代行割基金は23年度末は210基金でございます。でこの数字はその前年は22年度末が191、21年度末は146ということで、数的には少しずつ増えていることになっております。代行の部分の積み立て不足額、代行割額ですが、いわゆる正値化後の数字で申し上げますと、直近23年度末が6000億で、前年度が5000億で、さらにその前年度が4000億ということで、基金数および代行割の積み立て不足がそれぞれ増えてきております。で業種でございますが、やはりいわゆるなかなか不況の業種が多くありまして、多いのはまず繊維、それから石油、ガソリンスタンドですね、それから運輸、これはトラックとか、タクシー、こういった業界です。あとは建設業と、こういった業種が、割と代行割の基金の割合が多いという状況でございます。渡辺孝雄君。大臣到着したばっかりですが、次の質問もし可能であれば、あるいは副大臣代わりによろしくお願いいたします。次に早期解散をですね、促す必要がある基金の現況とですね、本邦によるメリットについて、お伺いをしたいと思います。じゃあ増谷副大臣ですか。増谷厚生労働副大臣。ばかりでありますから、暫時私の方から先ほども香取年金局長からもご報告しましたが、代行割基金、23年度末時点で約6000億だということでございます。代行割基金の母体企業の大半が中小企業ということでございまして、代行割問題を放置することは公的年金である厚生年金の財政や母体企業の経営に影響を与えかねない状況にあると考えてございます。このため代行割基金につきましては早期解散を促していく必要があると考えております。
今回の法案では、委員からもお話がございました。今回の法案では、基金の母体企業の経営にも配慮しながら、大小割れ基金の早期解散を促すために、特例解散制度の分割納付について、事業所間の連帯債務を外すこと、あるいは利息を固定金利とすること、さらには、長期納付期間を従来の15年から、最長納付期間を従来の15年から30年に延長するということなどの改正を行うとしてございます。渡辺孝雄君。次にですね、健全性基金のですね、継続にあたっての基準の設定とですね、それに該当する基金の割合、およびその概数についてですね、厚生労働省にお伺いをしたいと思います。加藤局長。いわゆる健全基金についての考え方でございますが、基本的には厚生年金本体に影響を、できるだけ与えないようにするということで、基本は2階部分の、つまり代行している部分の資産を確実に保全をするという観点、保全ができる基金ということで考えています。なので一つは、市場の短期変動、リーマンのような大きな変動があった場合でも代行資産の毀損が起こらないという、代行資産の毀損リスクを回避できることと、からもう一つは、2階部分および3階部分の積立金をきちんと持っている、裏返して言いますと、上乗せ部分が積立不足ということが生じることで、2階部分の資産にも影響が出ると、そういった毀損のリスクを回避できるようにと、この2つの考え方から、基準を設定しております。で最初の、代行部分の、市場変動に対するリスクということでは、代行資産の 1.5 倍以上の資産を保有しているという要件で、2階3階部分のことに関しましては、上乗せ部分も含めて2階3階全体として積み立て不足が生じていないというそういう状態にあると。でこのいずれかの条件を満たしているというものが、いわゆる、健全基金ということになります。で直近24年度末でこの基金、この基準を満たしている基金の数は48基金と、おおむね全体の基金数の1割弱ぐらいというふうに見込んでございます。渡辺孝雄君。厚生年金のですね、本体に影響をですね、悪影響を及ぼさないようにですね、やはりしっかりした対応が必要とそのように考えておりますけれども、最後にですね、この問題、この課題のですね、最後にですね、解散する厚生年金基金のですね、事業所が、他の企業年金制度等に移行しやすくする、支援策につきましてですね、増谷副大臣にお伺いをしたいと思います。増谷厚生労働副大臣。はい。厚生年金基金の上乗せ部分につきましては、労使合意に基づく私的年金として、設計されているわけでありまして、その原資としては退職金の一部が当てられているケースも多いわけであります。こうした観点から、今回の見直しにおいても、上乗せ資産を保有している基金につきましては、当該資産を委員ご指摘のように他の企業年金に移行して、上乗せ給付を続けやすくするための支援措置を盛り込んでいるところであります。具体的には、基金解散後に、事業所単位で既存の確定給付企業年金や中退金、中小企業退職金共済に残余財産を移管できる、税制上の特例を講じているということが一点でございます。また、今後、政省令においてですね、より簡易な手続き等で設立できる確定給付企業年金の導入でありますとか、あるいは確定拠出年金に移行する場合の規制緩和などを行う予定としてございます。渡辺孝雄君。公的年金をですね、保管し、国民の、老後の生活の安定を支える重要な、役割を担っておる企業年金制度でありますので、これからもですね、時代に合った形での、企業年金制度のですね、確立にですね、厚生労働省としてもしっかり支援をしていただきたい、移行していった後でもですね、安心できるような、企業年金にですね、入れるようにですね、していただきたいと、そのように思っております。次にですね、第3号被保険者の年金記録不整合問題に対する対応についての質問をさせていただきたいと思います。まず、いわゆる運用3号の対応について質問をさせていただきたいと思います。法律ではなく、課長通知によっ
て実施された、運用3号という対応を行ったことに対する総務省年金業務に関する委員会の評価、あるいは総務大臣からの意見表明、その他にもあったわけでございますけれども、そういうものを受けてですね、厚生労働省としてはどう反省し、どう対応したのか、当時の担当大臣ではありませんけれども、田村厚生労働大臣にですね、厚生労働省としての対応ということで、お話、お伺いをしたいと思います。田村厚生労働大臣。第三ご被保険者の記録の不正誤問題でありますが、これに関して、課長通知で、対応したということで、いわゆる運用3号問題というふうに当時言われておりましたけれども、これに関しましては、総務省の今、委員おっしゃられました、年金業務監視委員会の方からですね、一つはこれは法律違反の疑いがあるということ、それからその取った措置自体が、不公平であるという恐れがあるということでありまして、そのようなことを考えると、廃止すべきであると、このような、運用3号という対応に関しては廃止すべきであると、このような意見をいただいたわけでありまして、合わせて当時の総務大臣からも法的に根拠を置く、そのような仕組みにすべきであるというような、そんな意見もいただいたと承知をいたしております。思い返しますと、当時、我々野党であったわけでありますけれども、我々もですね、やはりこれを一課長通じてやるというのはおかしいではないかということで、野党も同じようにですね、法的な対応が必要であるということを主張したわけでありますけれども、このような各方面からのご意見があったわけでありまして、平成23年3月に、通知を廃止するとともに、法律でこれは対応すべきであると。ということで、方針を変更いたしたわけであります。いずれにいたしましても、早くこの法律を通す中において、この記録の不整合というものを、これを直していかなければならないわけでありますし、あしてこういうことが起こったこと自体、やはり事務処理上の問題もあったわけでありますから、これに関しましても、しっかりと改善をしていかなければならないわけでございまして、そのような中で、適正に年金制度を、運用いたす中においてですね、国民の皆様方から信頼をいただけるような、そんな制度にしていかなければならないと、改めてそのように思っております。渡辺孝雄君。公明党としてもですね、運用3号はやはりきちんとした法律、問題があってですね、やはりきちんとした法律で対応すべきものと、その当時も考えておりましたが、今はそういう流れできちんとやっていただいているということでありまして、それは評価をしたいと思います。次にですね、その点と関係するわけでございますけれども、平成23年3月8日にですね、当時の細川厚生労働大臣が出されました抜本改善案の方向性と論点はですね、そこに述べられた論点がですね、本法案にどのように反映されているのか、この点につきまして、松屋厚生労働副大臣にお伺いをしたいと思います。松屋厚生労働副大臣。お尋ねをございました、平成23年、3月ですね、公表されました細川大臣の時代でありますが、抜本改善策案の方向性と論点、委員からもご指摘がございました。で、この抜本改善案は法律により対応、まずは法律により対応しようということが大前提で、その上でですね、不整合機関をいわゆる空機関として受給資格機関に参入するということ、あるいは不整合機関の特例追納を可能にするということ、あるいは将来に向けて、二度とこういうことが起きないように再発防止策を実施するということについて検討するというふうにされていたわけであります。今日もずっと議論がされておりますが、まさに今回提出いたしました法案は、これら抜本改善策案の方向性と論点に掲げた事項を内容としたものだというふうに考えてございます。渡辺孝雄君。次にですね、民主党政権下で衆議院に提出され、審議未了で廃案となりました、いわゆる主婦年金追納法案とですね、本法案とはですね、多少内容で異なっている部分がありますが、その点につきまして、確認のため、松屋厚生労働副大臣にお伺いをしたいと思います。松屋厚生労働副大臣。
今回の法案は平成23年11月民主党政権時に提出をされました法案の基本的な枠組みは維持しているというふうに考えております。前回の法案が提出されてから約1年半が経過していること、並行して社会保障税一体改革のさまざまな改正事項の施行準備を進めなければならないことも考慮いたしまして、施行スケジュールについて再検討して可能な限り早期に施行できるように見直したところでございます。具体的には不整合期間を空期間扱いにする時期について交付から6ヶ月以内、それから交付から1ヶ月以内として、無年金状態をより早期に解消するというふうにいたしました。それから特例追納の受付開始時期を交付から2年以内とされておりましたが、これを施行から1年9ヶ月以内、まあ、3ヶ月ではありますが、これを前倒しいたしまして、年金額を回復する機会をより早期に提供するといった改善を行っているところであります。また、運用3号取扱い対象者、約300人ぐらいだろうと考えておりますが、この取扱いについて、廃案となった法案では、年金額の訂正時期や、減額幅についての取扱いが他の未訂正期間を持つ受給者と異なっておりましたけれども、今回の法案では両者の取り扱いを揃えるというふうにいたしたところでございます。そうした改善を行っているところでございます。渡辺隆夫君。今回提出されている法案でございますけれども、厚生年金基金制度の見直しということでは、基金制度、基本的には廃止ということで、進めていくわけではございますけれども、いろんな立場の方がいらっしゃいまして、健全に運用しているのでですね、存続してほしいという、要望も実はいただいておるわけでございます。しかし厚生年金のですね、本体に、悪影響を与えないようなことは、一番重要なことでございますので、そういうことがないような形で、健全に運用されているものは、しばし存続を認めていって、問題が起こればすぐに対応するというような内容でございますので、公明党としては、これは了承しているところでございます。その他に、第3号被保険者のですね、記録不整合の問題、これ、早く解決しなければならないという問題で、少し伸び伸びになってきたわけでありますが、この機会にきちんと整理をするということでございますので、これも基本的に賛成の立場でございます。そういう意味で大事な法案でございますので、きちんと成立を目指していきたいと思っております。時間が短く残しましたけれども、以上で終わらせていただきます。以上で渡辺隆夫君の質疑を終わります。